エミール・ハウスマンエミール・ハウスマンは、ドイツの軍人。ナチス・ドイツの時代、親衛隊の将校として、アインザッツグルッペ D の下級編成アインザッツコマンド12に所属し、占領下ウクライナにおけるホロコーストに関与した。最終階級は、親衛隊少佐。1947年、アインザッツグルッペン裁判の被告となったが、判決が確定する前に自殺した。 1910年、ラーベンスブルクにて生を受ける。父は、オーバーシュバーベン国民新聞に勤める会計士だった。1930年1月、19歳のハウスマンは、国家社会主義ドイツ労働者等に入党した。当時は、国民学校で教師を務めていた。1937年、新衛隊情報部の常勤職員となり、シュトットガルトに設置されていた。 SD 上旧区南西のユダヤ人担当課に配属された。ポーランド侵攻が始まると、アインザッツグルッペ6に移る。ハウスマンは SD 業務担当幕僚として、アインザッツグルッペ6に配属されていたアルベルトラップの右腕として知られていた。当時アインザッツグルッペ6の指揮を取っていたエイリヒナウマンは、後にハウスマンと共に戦犯として起訴されている。 戦闘の終結後、ハウスマンとラップはポーランドに残った。その後、ラップはポーゼンに設置された最低重中央局に配属された。ソ連邦への侵攻が始まると、ハウスマンはアインザッツコマンド12に配属された。敗戦後の1947年、アインザッツグルペン裁判の被告となる。同年7月29日、ハウスマンは他の共同被告らと共に、 1. 1人道に対する罪。2. 戦争犯罪。3. 犯罪組織への所属の3点について、起訴を受けた。この2日後、ハウスマンは、独房の中で自殺したため、裁判からは除外された。ウェルナー・オスモン、ダス・オスモン、ブッフ、ナーティーン、1994、S712、アブウェイシャンド・ザ・インザッツ・グルッペン・インポーラン。 s 三十九ギブットヒラリー・アールザン・ランバークエスエス・スウェスアインザッツグルッペントライアルケンブリッジ二千九 S 百二十六テーブル四ジョイニングデート・オブ・ディフェンデンツ・オスとビット・リッツ・デイト・ムホン・オスモンインダイ・ NSTP ダズ・ヤー九百三十二アンエビ・クラウスマイケル・モルマンヨハン・ボラー・ウント・ユルゲン・マテウスアインザッツグルッペン・イン・ポーラン WBG シュトゥットガルト2 0 0 S39 から40、ヒラリー・アール、ザン・ランバーグ・ SS、アインザッツグルッペントライアル、ケンブリッジ2009、SQ、トライアルズ・オブ・オー・クリマノルズ・ビフォー・ザ・ナンバーグ、ミリタリー・トライビューノルズ・アンダー、コントロール・カウンシルロ・ナンバー10、ボリューム4、ユナイテッド・ステーツ・オブ・アメリカ・ VS、オット・オランド・オフ、エトール、ユナイテッド・ステーツ・ガバメント・プリンティング・オフィス、 ディストリクトオブコロンビア 1950S24 ありがとうございます。